こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はメルセデスベンツ CLA をご紹介しようと思います。CLA っていうのはですね、A クラスの、フォードはクーペっていう形ですね。そしてですね、これをもうちょっと後ろ長くした、CLA のシューティングブレイクというモデルもあるんです。なので A クラスはハッチバックがあって、セダンがあって、CLA があって、CLA のシューティングブレイクがあって、そしてその先ね、多分また GLA も出てくると思いますので、すごく兄弟がたくさんいるんですよね。そういった中でこの CLA はどこがポイントかって言いますと、やはりデザインだと思います。先代もですね、2013年に CLA が出て、その後2015年に CLA のシューティングブレイクが出たんですけれども、合わせて4万台も日本で売れてるんですよね。ですので今回もちょっとね、デザイン注目して見てみましょうか。デザインなんですけれども、基本的に面構成、そしてこう光と影をうまく使った、シンプルな形にまとまっています。その中でね、ちょっと顔は意外と迫力あるんですよね。若干逆スラントノーズのような、なんかサメをねモチーフにしたような、そういった顔をしております。でやはりフォードはクーペなので伸びやかですよね。での最後はシュッとやっぱり絞り込んで、非常にね、スタイリッシュなモデルだと思います。ボディカラーによっても結構ね、影と光でいろんな表情を見せてくれそうですね。さて今 CLA の250ホーマチックに乗っております。結構ね、安定感高いですね。今日ちょっと残念ながらウェットコンディションなんですけれども、やっぱり四駆って最近はね、安全装備の一つなんじゃないかななんて私なんかも考えたりするんですけれども、安定するんですよね結局。はい、まあ、重さはねその分ちょっと、ハンデがあったりしますけれども、今ですねこの状態で走っているとすごくいいフィーリングですね。この CLA やはりホイールベースは A クラスと同じで全長伸びてるっていう風にね、なってるんですけれども、ディメンション的なものというよりもこの四駆の効果が大きいのかなという風に思いますが、個人的には、前に、ね、乗ったことがある A クラスよりもこちらの CLA の方がですね、なんかしなやかな感じだなっていう印象を今受けています。こういったクーペスタイルの車だと視界がね気になる方が多いと思うんですが、今ねここねめちゃめちゃ景色いいんですよ。こうぶどう畑があったりして、ちょっとねドイツを思い出すような風景なんですよね。でね、この視界がどれだけ楽しめるかっていうことなんですけれども、まあ確かに A クラスと比べると若干は落ちますよ、絞ったスタイルなんでね。だけどこういったクーペライクに絞ったスタイルの割にはですね、視界ちゃんと確保されている方だと思います。やはりボディサイズが小さいので街中をメインにね、使われる方も多いと思いますが、これぐらいしっかり周り見えれば普段使いにも問題ないかなと思いますよ。エンジンパワー的にはですね、これは直四の2リッターエンジンですね。224馬力の350ニュートンメーターということですが、結構パワーありますね。アクセルペダルに足をポンと乗せてるだけでね、スーッと前に車がこう坂道でも登っていっちゃうぐらい、トルク感がしっかりありますね。組み合わされるトランスミッションはこれ7速なんですけれども、まあもう本当に全然、申し分ないです。車格的に考えてもですね、ゆとり感もちょっとあるぐらいのいいフィーリングと言っていいと思いますよ。まあ、スタイルもかっこいいですしね、これでこうゆったりとクルージングなんていうのがこの車は似合うのかなって思いますね。いや、なかなかですね、サイズ的にも、そして使い勝手的にもね、日常使いプラスアルファぐらいで非常に便利なんじゃないでしょうか。非常にトランクも広いですし、カパッとねこういったハッチバックスタイルで開きますので使い勝手もいいですよね。本当に生活に彩りを与えてくれそうな、いい意味で相棒になってくれる一台だと思います。